はい、それじゃあね、今回は、お題の7番を使ってね、お話をしていきます。ね、このお題の7番、ね、なんか題材はね、ケロベロスですね。ケロベロス。ケロベロスって知ってますか？ね、頭3つある犬のことですね。ね、頭3つあるワンちゃん。ね、ね、何かの映画にもね、ある映画にもね、なんか魔法を使うね、映画にも出てきますね。それにも出てくるような。頭3つのワンちゃんでね、の題材にしたお話です。ね、このね、頭3つのね、ワンちゃんにはね、黒毛の A ってやつとね、白毛のね、B、C、D っていうね、3種類がいるわけですね。全部でね、計4種類がいて。ね、その後輩をね、なんか実験1から実験3にしてますけど、ね、後輩してね、生じた F1。F1 ね、すみませんね、F1、F1 ね、すべてね、F1 にね、F1、F1 はすべてなんとかだったって書いてありますよね。すべてなんとかだったって書いてあるって時は、親は純系ね。だからね、A も B も C も D も、まあなんかね、遺伝子がね、全部ホモになってるからね、純系になってるわけですね。っていうことを頭に置いておきながら、ね、まあ実験1からね、実験3まで、ちょっとね、再現してみて。今回ね、なんか遺伝子記号特に与えられてなかったんでね、黒の方が優勢なのでね、F1 が全部、実験時にね、F1 が黒毛が出たと書いてありますからね、黒の方がね、優勢ですね。ってことで、黒毛は優勢、で、白はね、劣勢ってことにして、まあ、黒ってブラックって言ったらね、まあ、じゃあちょっと下の、このね、中にある ABC とか、ABC のね、B とね、ABCD の B とね、被ってしまうけどね、ちょっと B ってことにしましょう。ね。遺伝子記号は B。で、白の方がね、スモール B で、黒の方がね、ラージ B、白の方がスモール B で表すことにしましょう。ね。で、実験値は、A と B とかね、C と D とかね、そんな後輩しかね、全部黒毛になりましたよ、ってやつですね。まあじゃあこれ、なんか、ラージ B、ラージ B と、スモール B、スモール B を後輩したら、ラージ B、スモール B で、ああ、ちゃんとこれ、黒やなっていうか。で、さらにその F1 もね、F1 同士を交雑すると、できた F2 はね、黒対白はね、3対1ですよ。うん。うん、3対1になるなと。こうやってなるからね。3対1になるな。うん。じゃあこれでいっちゃおうか。と思いながら、実験に。ね、実験に。実験には B と D とかね、C と D を交雑するとね、F1 は全て白毛になった。ね。さっきね、A とこれ B、C、D ってやつでしたね。まあ B、C、D は全部スモール B、スモール B だなと思いながらやってたんでね。まあスモール B、スモール B で交配してみると。ね。まあスモール B、スモール B、スモール B ってね、スモール B、スモール B 交配してスモール B、スモール B ですね。子供。まあ、白だな合ってるなと。んで、まあじゃあここまで別に問題ないんじゃねとか思うかもしれないですけど、次です。次。B と C を交配して生じた F1 は全て黒毛？あれ？あれ？ってなりましたよね。さっきまでね、なんか、B と D とかね、C と D と交配してね、ここで、子供がね、白毛になったのに。ね、実験さんでね、いきなり、白毛同士を交配すると、黒毛が出てきたと。ね、優勢ケースが出てきた。劣勢と劣勢、劣勢ケースと劣勢ケースの子供をね、掛け合わせて、ね、優勢ケースが出るっていうのはね、どんなやつかなって言ったらね、補足遺伝子ですね、補足遺伝子。ね、もうそれしかないです。ってことは、二遺伝子雑種なんじゃないか。ってことでね、ここで、まあ、置き換えられていけないですね。この、こういうふうに決めてたやつをね、ちょっと書き換えて、これを、こういうね、表現型になったときは、黒。で、それ以外は、白。っていうふうに変えて考えると。ね。もうそうやって考えていくしかないな。で、実験さんの後輩をね、考えてみるんですね。B と C はね、それぞれこういうふうにして、決める、すればね。まあこれ、今回、こっちが白になるし、これも白になりますよね。で、後輩して出てきた子供がね、A も B もね、ラージを持ってるから黒になるってことですね。あ、じゃあこれでいくしかないな。これは合ってるなと。じゃあこれでいこうと。いうことで、まあ、B をね、まあ、こんな、ラージ A、ラージ A、スモール B、スモール B ですね、して、C をね、スモール A、スモール A、ラージ B、ラージ B ってしたら、
あとはね、A ですね。A は、このケロベロスのね、A 君がね、ラージ A、ラージ A、ラージ B、ラージ B で。で、ケロベロスのね、D は、スモール A、スモール A、スモール B、スモール B っていう風になるわけですね。そしたら、ここまでの内容が、ちゃんとうまいこといくなっていうことが分かった。で、そこまで分かったらね、今言った、B、C、D の中にね、同じ遺伝子型のやついますかっていうのは、ドイツの問題なんですけど、今、B はね、ケルベルスの B は、ラージ A、ラージ A、スモール B、スモール B。で、ケルベルスの C は、スモール A、スモール A、ラージ B、ラージ B。で、ケルベルスの D は、スモール A、スモール A、スモール B、スモール B。っていうふうに言いましたね。ってことだから、今の中に一緒のやついますかって言ったら、いないですね。ってことで、ドイツ版の答えは、なし。なし、ないですね。ない。ということになる。じゃあ、今ね、まあ、5はないというふうに来て。で、実験3でね、2遺伝子雑種って分かった。ちょっと待ってよと。2遺伝子雑種を交配して、2遺伝子雑種同士をね、交配して F2 っていう、得たね、F2 っていうのはね、9331、もしくはね、その変形に、表現型がね、分離してくるはずですね。独立ならね、そういうふうに分離してくるはず。なのに、実験1では、ここね、これなんか1遺伝子雑種でやったのと同じような3対1みたいなことになってたぞ。おかしいな、と。で、2遺伝子雑種でね、やってみると。ね、あ、これ A で、これ D ですね。で、こいつら交配して、A だこいつ。どうしようね、交配して。したらね、普通やったら、ラージラージでね、ラージスモールとスモールスモール、ラージラージとラージスモールとスモールラージとスモールスモールが9331で出てくるはずなのに3対1だって。これおかしいなと。じゃあこれなんかそこにそぐわないってことは連鎖になってるわけね。ってことで、連鎖になってると思って、配偶者のね、分離法 M 対 N 対 N 対 M って置いてもいいんだけど。ね。置いてもいいんだけどね。まあ、内容的に言ったらね、今、表現型黒、これ A と B がね、揃った黒やからね、黒と、それ以外っていうのはね、まあ、それ以外、白いね、っていうのは、3対1で出てきてるというふうに、まあ、綺麗に分かれているね、綺麗に。ね、綺麗に分かれている。3対1。3対1って言ったら、さっきね、ここでも言ってたね、1遺伝子出したのね、後輩の時のね、F2 っていうのはね、もうこの3対1で、こういうの出てきたよというふうになってるから、お、これもしかしたら、うまいこと、連鎖してたら、ね、完全連鎖して、ね、一緒にずっと動いてて、セットで動くんやったら、こういうふうな3対1になるんじゃないかと思ってくれたら、実はね、その後の問題がスラスラっと出ると。完全連鎖かなーと。ね、連鎖かなーとちょっと思ってほしいね。これね、連鎖。連鎖かな。ね。さっきもね、なんか、211、2対1対1の時もね、なんか綺麗になってるから、もしかしたら完全連鎖ちゃうかなーって疑ってくださいって言ったらね、あの時でしょ。綺麗からね、もう完全連鎖かなーって疑ってみる。で、ちょっとね、それをね、実験中使ってね、この、確かめてみる。ね。ちょっと確かめてみようということで、まあまず、こういう答えだね。こういう答え、後悔するわけね。ね。ってことは、連鎖のね、組み合わせとしては、ピュッピュッ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 と、こうなるわけだからね、こうなるってことだから、連鎖の組み合わせとしては、ラージラージとスモールスモール。ラージラージとスモールスモール。で、連鎖するということでね。こういうふうに連鎖してる。いうことやから、これでね、こういう交配を行ったらね、どういうことが起こるかなって言ったらね、ラージラージと、スモールスモール。ラージラージと、スモールスモール。という交配をする。ということで、ここが黒、ここも黒、ここも黒、ここだけしよう。というふうになって、3対1。おお、完璧だ。やっぱり完全連鎖なんや。っていうことが分かるということですね。ということで、完全連鎖なんだなーっていうこと、A と B はね、完全連鎖してるんだなーと思いながら、問い2番をね、解いていきましょう。問い2番はね、実験3で生じた F1。実験3で生じた F1。動詞を交雑して、生じた F2 の表現型とその分離比を求めてくださいってやつですね。
まあ、レンさんの組み合わせ、まあ、チェックしましょうか。レンさんの組み合わせ。まずこっち。こっちから、こう来て、こっちから、こう来る。ってことやからね。レンさんの組み合わせは、ラージスモールと、スモールラージー。で、これは完全連鎖だよね。完全連鎖。完全連鎖。よいしょ。ってことですね。というふうになってるんだな。ということで、これを、こういう組み合わせの完全連鎖になってるやつを交配する。表って言ったら、こういう五眼の表に、五眼のように表になるわけね。というふうにして、こういうふうにして、まあ、表を作って。ね。やったらね、この部分とね、この部分が黒になって、残りは白でね。ってことやから、黒が2つ。ね。白も2つ。ってことやからね。黒対白は1対1になるということですね。というのが、ポイント1でした。で、この問題のね、ポイントはね、これ、ずーっとやっていて、あ、この実験さんのところでね、2遺伝子らしいじゃないかっていうことにね、気づいてもらう。ね。っていうのがね、ポイントの1個目。ね。もう1個がね、さっきもね、2、1、1の時にね、なんかめっちゃ綺麗やんなと。それ綺麗な時は完全連鎖ちょっと疑ってみた方がいいと思うよみたいな話してましたよね。ってことでね、このまた3、1、これめっちゃ綺麗ですね。これもね、完全連鎖じゃないかなと思ってね、ちょっとね、やって、再現してみると。で、そしたら、ああ、やっぱ完全連鎖なんだなってことが分かるっていうふうにするっていうのが2ポイント目っていうことでした。ね、古代の7のね、ケロベロス。ね、まあ、三つ首の、問題でした。それではね、次のね、古代の8番へ行きましょう。